わかるかな。まあ言うたそう。え、どうやるのこれ。誰かわかるかな。え、ルームを押すとかそういう感じですかね。招待するの？どうやって？あ、いけた。まあ、さあ、お、え、まさい、いが出てこない。あ、いた。これでどうでしょう。いや、え、どうやんの？配信。え、わかんない。え、招待して、まゆちゃんがそこから、まゆちゃんが、招待したから、お知らせどこに来るの？うまい。アホ毛がすごいじゃないか。来てないとか言われた。誰かやり方わかる？いや、起きてるよ。来てない。誰かわかります？みんな寝坊とか言ってるけど全然起きてるからね。ショールーム自体は開いてるらしいです。招待すればいいのに。通知は来た？え、どうやるんだろうね。閉じたから来るんじゃ？映るかな？映る、映る、できてる。いけたかな？来てる？通知は来たらしい。いや、申請済みリストってなってる。やり方出てきた。ググった。すいませんね、ググらせてしまって。あ、来た。だけね、これ。難しい。え、めっちゃ、なんかさ、ゆきさんの、うん。他だと思ってたら、うん。配信始めるんだった。あ、みんな両方始めてやるってこと？うん、なんかよくわかんないけど、とりあえずまあ覚えたわ。
面白いね。やばい、ピンクだ。あ、よし。あ、めっちゃ寝起きですよ、この子。さっき起きたよね、30分前ぐらいに。11時に起きた。なんか起きたらやろうねって話をしてて、うんうん、私は9時ぐらいに起きたんですけど、あ、寝てるなと思って。11時に起き。11時起きです。この子。私の方です。ね、なんかさ、まゆの方が先起きるんかなとか思ってたけど、全然11時に起きてた。まゆが。そういうのよ、みんな。え、知ってたけど。てか、いつもじゃん。ん？これ。なんかさ、ゆきさんの配信しか見てない人は割とびっくりするけどさ、マジで、すっぴん髪ボサボサで毎日ショールームやってるからさ。そんなに驚かないやろ。切り抜き、どうせみんな見てるやろ。受ける。受けるじゃないわ。アイドルです。癖強いな。受けるって言われてる。ゆきたん前髪しか見えんだって。通常運転って言われてるよ。まゆちゃん。めっちゃさ、ブス。いつもだけどさ。てか、リングライト持ってんだけど。うん。ねえ、充電のやつがなくて。リングライトって充電式なの？え、なんかコンセントつなげるやつなんだけど、つなげ、うん、つなげれないの？うん。なんで？めっちゃさ、音声が途切れがち。あ、ちょっとね、多分こういうことだわ。これで、ちなみに。いや、いけたんじゃね？待って、なんか押しちゃった。おー。ハートとセンスが来た。ありがとうございます。音拾うとこさ、うん、だからさ、今スマホスタンドを使ってない。うん、持ってんの？持って持ってる。面白い。顔の色がないって言われた。リップの色。え、もう家でんじゃないの？まだ消してないの？全然何もしない。え、12時15分に出るって言ってたやん。うん、そうだよ。なんとかなると思ってる。仕事サボってきただって。だって仕事サボってきてる人がいる。やばいやん。やばいやん。顔なしとか言われたんだけど。やばすぎ。やばすぎやん。みんな、だって平日でしょもん。仕事でしょみんな。もう、学校始まっちゃうよ。だるすぎ、学校。でも、あと20日しか行かないからね。なんか、だるいとか言わずに、心を込めて投稿しないと。あ、そりゃそうか、高校3年生だもん。あゆちゃん、別に家出ないよ、今日。特に。出ないの、結局。いや、どうしようか迷ってる。まあ、行ってあげな。はい、反転するらしい。とか言って、うちらは今日まで一応休みじゃない？うん、一応休みですね。一応ね、一応ね。そうよ、早く行ってさ、イヤホン取り返さないと。そうじゃん、イヤホンないって結構きつくない？うん、てかさ、夢で、うん、夢で？明日、急に、うん、アンダーの公演の、全曲リハやりますとか言われて、うん、死んだ夢みたい。いや、わかんないよ。正夢になるかもよ。
いや、無理だろ。何も覚えてないのに。全曲は。全曲はやばい。やばそうだね。イヤホン取りに帰ってないんだ。そう。でもね、あん時取りに帰ればよかった。なんか学校出て、うん、10分ぐらいで気づいたから、取りに帰る。取りに帰るよ、それは。だって10分だよ。私、帰ったことある、高校生の時に。家帰るまで20分なのに、うん、10分経って忘れ物に気づいてわざわざ帰ったことあるの？いや、もうね、その、めんどくさい。めんどくさい、めんどくさい。めんどくさいが勝つな。お持ちありがとう。しかもさ、なんか、うん、埴輪スタイルみたいな。スカートの下にズボン履いてたの。あ、あるあるだね。寒くてね。で、でもさ、怒られるから、それ脱いで入んなきゃいけないの、まただるくて。あ、まあ、それはちょっと。2週間ならいいやと思って。あと1週間だし。え？ 1 週間経ってそれだよ。あと1週間長くない？長くないよ。長いよ。余裕余裕。電車の中寝ればいいし。イヤホンって結構大事やん。うん、大事。だけど、もう慣れちゃえばこっちのもんよ。まあ確かに。埴輪スタイル。面白。でもイヤホンないのはちょっときついな。てかめっちゃこの照明がさ、うん、私の顔をさらにブスにする。だからちょっと前メロなんかつけて、ちょっと可愛さを保つ。出しちゃう系出しちゃう系。取りに行けよ。だって お餅食べてないんだよまだ。え、行かないの？逆にもう行かないか、さすがに。ん？さすがにもう行かないか。何を？めっちゃブス。やばい。やばい、今日なんかすごいむくんでるんだけど、毎日か。最近も。昨日サンタ入ったのにむくんだわ。やばい。サンタさん？なんて言った？え、サウナ入ったのにむくんだ。それは、やばいね。ゆきたんの裏話か。え、ゆきたんの裏話？裏話ってなくない？言うほど。なんか、さ、喋りすぎてないかもしんない。そんなにあんまりないかも。喋りすぎてってどんだけ喋ってんの？え、だって私、うん。で、みんなの話してるのは、なんか切り抜きで出てくる。ん？切り抜きかなんかでさ、なんか出てくるんよ、たまに。いろんなのが。あ、ゆきたんもこっち側なの？切り抜き見ちゃう側？こっち側って言わないで。もしや。もし流れてくるのは見るよ。もしかしてだけど。もしかしてだけど。お前暴走しだした。動画上がってるねとか言われてるよ。みんな見てるんだよ、きっと。切り抜き私も見てるからね。私も見たよ、昨日。そう。めっちゃ見るから。やばすぎ。面白いね。めっちゃ上がるからって。めっちゃ上がってるよね、ほんとに。てか、なんか今日は、うん。なんか、ゆきたんのファンの方は割と、うん、多分17期で一番女性ファンが多いから、ゆきたんは。おそらく。いや、なんかショールーム見てる人は多いかも。意外と。そう、だから、まあ、ご挨拶に来た。ぜ。ぜ、だそうですよ。でこの時間はみんななんかさ、忙しいんじゃない？あゆさんのくびれ、うん。早く見せたいよ、くびれ。ね、すごいよね、私のくびれって、本当に。違うの、すごいとかじゃなくて、なんかとりあえずさ、なんか、いい犬の待ち時間でさ、鏡が置いてあったんですよ。そこそこ大きい鏡ね。なんかそしたら急に、なんか着替えるじゃないですか。意見の前に。そしたらなんかずーっとなんか同じ格好してんなとか思ったら来るんです。やばすぎ。やばすぎ。ずっと見てたからね。やばかった。え、すごくないとか言い出した。うん。私、絶対毎日確認すんの。そう。うん。くびれをね。だからね、うん、ちゃんとキープできてるのよ。だから。
まあまあキープしてなしろって言われたからね。あ、でもさ、そのテレ、あのさ、室長賞の景品グラビアだったけどさ、うん、結局さ服着るからね。そう、私まだ未成年だからさ、うん、何未成年だからみんなくびれくびれ言ってるよ。結局セミダブルもらえただって。あのね、まだ届いてないんだけど。あ、いいって言われたの？あ、そうそう、もうね、多分頼んでくれてて、9日以降に届くみたいな感じ。日時指定ありますかって言われて、9日以降できますよって言われたから、まあ、特になしで大丈夫ですって言って。で、決めといたらよかったのに。その方がよくない？でも、大丈夫。あの、マオが受け取ってくれるから。仕事場で。ママかわいそう。私、17歳なんです。実は。実は私、まだ18歳。そう、なんかさ、あ、そう、フランフランの、あのね、なんか、うん、元日公演で、鈴木くるみさんが、同い年だけど、うん、19歳になる年って言ってて、で、私、同い年なのに、18歳になる年で、なんか私、年齢間違えてるかと思って、すごい焦っちゃった。確かにね。そう。それは焦るわ。あるあるやな。そう。まあ焦るよ、それは。私もあるもん。めっちゃ、やばいやばいやばい。年齢嘘ついたわって思ったんだけど。うん、全然合ってるよ。キャッチコピーでさ、17歳って言ってたか。うん、あ、随分嘘ついたと思ったら。でもさ、年齢変わった時に17歳って言いそうだけどね。そう。でも私は17歳です。17歳、今。あと2ヶ月で18歳。あ、明けおめが来た。お、中吉だ。明け。明け明け。なんか昨日私、なんかなんだよ。おみくじ？なんかパンダが出てきておみくじ引いてくれるみたいなのがあるんだけど、うん、それ2回連続今日で。でもみんなにはね、今日じゃなかった、今日には見えないみたいな。うんうん、感じだったらしいの。え？と思って。そんなに今日のことあると思って。焦ったよね。おみくじ引いた？引いたよ。末吉だった。一緒だ。でもなんか、割といいことは書いてあった気がする。なんか、勝負事とか。あ、勝負事は、うん、勝つことやすいって、勝ちやすいって書いてあって。で、あの、飽きない商売とかは、うん、あの、めっちゃ利益出ますって書いてあったから、もう金持ちになれるかもしれないって。やばすぎ。私なんだっけな。取った。なんかね、よくわかんなかったこれ。なんかそんなにいいことは書いてなかった。まあ、あの、あれよ。いいことだけ信じればいいのよ、結局。まあ確かに。信じることが大事。お産、産むがやしだった。私もだった。どういう情報や。もともと大名なの？そうそうそう。もともとお金持ちだから。私、あの、あれよ。東京ドーム3つ分ぐらいの敷地の家に住んでて。ああ、面白い。子供産むのとか言われてるけど、産みませんよ、まゆちゃん。産めないよね。変なこと言わないです。まだ。まだ。はい。まだ17歳っすか。1億年後ぐらいには産んでんじゃない？ぜ商売向いてるかもね、とか言ってるよ。お年玉でお金持ちだって。始まったよって言われてるよ。始まったよって言われるの面白いな。でもさ、私の一番下の妹見てお子さんとか言う人いるんだよ。お子さんですか？やば！お子さんじゃないわ。お子さんじゃないよ、あの子は。あ、そう。私、東京ドーム23個分の家に住んでます。うん、なんか3個が23個になったけど。やばい。まゆーちゃん17期の前でも虚言癖なのとか言われてる。孫ですよね。孫じゃないわ。孫ですよね。やば。孫だったらもう、やばいじゃん。魔女じゃん、魔女。17歳です。面白いね。ホラ吹きかとか言われてる。チータン、お子さんは。あ、ゆきちゃん、会ったことあるの？
え、あるよね。なんかね、めっちゃ話したことあるわけじゃないけど。あれ？初日のゲネプロはいたよ。いたよね。いたいた。かわいいってみんなで言ったよね。チータンかわいいってなってたみんなで。ずっとこんな感じだよ、まゆちゃん。うん。本当にこんな感じだよね。うん。ガチで。ずっとこんな感じ。本当になんか、どうやったらずっとこのテンションでいられるんだろうってぐらい、こんな感じなんかつけてしたし。でも、あれよ、ゆきたんはずっと喋ってるからね、本当に。いや、でも、この前は静かだった。いやいやいや。この前っていうか。ゆきたんマジ静かな時は静かで。ね、ゆきさんはね、情報通だからね、何でも知ってるのよ。知らん知らん。え、でも、まゆの方が知ってる時多くない？いや、うん。ゆきさんに聞いて、え、そうなの？ってなる時の方が多いわ。いや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 、どっちもどっちじゃない？いや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 、どっちもどっちや。え、でも、この前教えた話は私がした話で、うん、確か。どっちもどっちじゃない？なんか知らないことはお互いに知らないし、なんかどっちもどっち、本当に。確かに。なんか分からない時と分かる時のものが違う。なんか二人でまんべんなく知ってますみたいな感じかも。いいことや。わぁ。どうしよう。お互いの第一印象とか聞きたいって言われちゃったよ。お互いの第一印象。覚えてないな。あ、でも。覚えてないけど。でもさ、あの、壁写撮った日のメイク部屋さ、一緒じゃなかった、うん、一緒一緒。一緒だった。あれは。懐かしい。でもなんかマジでもうこんな子がいるんだって感じ。なんかみんなちゃんと見るの初めてだからさ。え、そう。なんかまず、この子何々そうってよりはさ、なんか、うん、あ、この子が受かったんだ、みたいな感じだよね、まず。そんな感じ、本当に。受かった人もさ、知らされないしさ。え、そう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 。その日に初めて会って、みたいな感じじゃん。初めて、あ、この子受かったんだ、みたいな。あ、こんな子、一緒なんだ、みたいな。あ、そう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 。シンプルにそんな感じでしたね。だから逆に、あ、かわいいとか、そういうさ、ありきたりな感じだった。でもさ、なんかみんな来る時間違ったからさ。うん、え、そうそうそうそ う, そう、時間違うから、後の方からみたいな。何人いるんだろうみたいな感じから始まったね。オーディションの時から知ってたの？いや、知らなかった。え、知らなかった、知らなかった。え、でも、なんか、その、うん、オーディションの日にブーツ履いてるって言われて、ロングブーツ履いてたって聞いて、あ、見たことあるかもしれないみたいな。え、私マジでさ、うん、なんか前髪のなかったみずみと、うん、ホテじゃない？覚えてそう。あ、そう。あ、いや、でもホテは最終審査の時は分かんなくて、うーん、マジで最終審査で知ってたのは、から知ってたのみずみと雪ぐらいしかいないわ。私みずみぐらいかな。そうそうそう、マジで。そうそうそう。え、ゆきさん年下だとは思わなかった。え？あー、私より年下って？同い年か。一個上ぐらいだろうなとは思う。年相応な感じだよ。本当に？うん。やったね。おもろいね。おもろいじゃないですか。え、私は、コックとも話したことある。え？セレクションの帰りに、方向が一緒で、みずみんと。で、一人で歩いてたから、コッコが。うん、なんだ、この可愛い子は、と思って、何歳って聞いて、年齢を聞いて驚いたのを覚えてる気がする。多分それはコッコだった。私、みんなわかんないわ。わかんないよね、普通。でも、受かりそうって思った子は、みんな受かった。誰だった？え、ホテと、アイちゃんと、うん、その時点で顔が、あの、近くで見て顔知ってたのがホテと、アイちゃんと、ミズミンと、ユキと、うん、
ぐらいかな。あの、でも私座ってた席が柱、うん、後ろの方でしょ。そう、直で柱、もう目の前に柱みたいな感じだったから誰か踊ってんのか顔も全然見えなくて、うん、そう。え、私普通にあの一番前の列だったからガチで誰か分からなくて、ちゃんと顔見たのはなんか隣の席に座ってた子とかぐらいだから、うん、全然覚えてない。本当に、そうそうそう、そう、なんか最終オーディションが、うん、そのなんか広いとこだったんだよね、某所でやって。あ、そう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 、セレクションが劇場だったよね。そう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 、そうだよね。がさ、セレクションあるなんてさ、知らなかったしさ。え、そう、知らなかった。なんか最初、なんかね、集められて、セレクションするってなって。あれ？え、違うよ、あの。あ、そうだ。なんか、最終審査では、なんか、この、なんか、え、あのさ、人数言っていいのかな？え、わかんない。言わない方がいいんじゃない？結構いたのよ、でも。え、そうそうそう。だから、あ、こんないるんやと思って、うちらもさ。なったよね。で、なんか、いろんな人たちが、大人の方が、この人数で、みんなで頑張っていきましょう、みたいな感じで。あ、じゃあもう、受かったんだってなるじゃん。そしたらなるね。メールで、あの、最終セレクション審査を行いますので、4月、なぬちゃら日に、劇場へお越しください、みたいな。ああ、そう、来た来た。そう。で、半分ぐらい。蹴り落とすんだね。あ、振り落とすんだね、だった。めっちゃいたよね。びっくりしちゃったもん。そう。しかも、なんか、面談とか、あとなんか、メイクさんにメイクしてもらったりとか、え、そう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 。あれ来たよね、制服の衣装着て。あ、来た！で、なんかめっちゃ、バシャ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 撮られたね。そう。で、写真撮らされて、で、大声やって、そうそうそう。え、なんかさ、終わった人からはその、何？セリの上使ってやっていいですよ、みたいな。うんうんうん。最初さ、誰もずっと座ってたけどさ、いいですよって言われた瞬間、みんなやりだしたよね。うんうんうん。懐かしいな。ああ、面白いな。懐かしい。懐かしいね。いやー、面白いね。懐かしすぎてどうしよう。貫禄出たんじゃない？何の貫禄？面白い。懐かしいですね。でもその時もまゆちゃんの存在はあんまり分かんなかった。うん、私も、てか、だから私柱で誰も見えなかったのね、踊ってる人。見えねえよ柱と思ってずっと。面白い。でもみんながどんな感じで踊ってるのかも分かんなくてさ。え、なんか私は見れたけど、でもなんか全然なんか緊張してたからさ、ちゃんともう覚えてない。私緊張しなかったんだよね。いいじゃん、それが通常じゃない。まあ言うの、そう、柱邪魔ですよね。柱だっていう。確かにね、柱の存在がでかい。まだ1年経ってないね。経ってない。確かに、やば。柱の後ろだとユニット曲見えないんだって。いや、そうだよ、ユニットの時ね、あの目合わない人いるよ、めっちゃ。春が来るまでとかさ、一生移動してるからいいんだけど、フェイントとかもそんな移動しないの、うんうん、確かに、ジュンクレとかも絶対見えないわ。かわいそう。柱って感じだわ。そんな感じですね。まあ、柱に当たってしまった人は、まあ、もう一回。え、なんかね、本当に、私が座ってた席は、柱って感じで、どこ？何にも見えないのね。ど真ん中に柱があって、視界の。あー、なんか鏡の反射でギリ見えるみたいな。そうそう。え、いや、鏡の反射もないのよ。だから、もうね、最悪。そんな席に座ってたの？じゃあ見れなかった公園で同じ席座った人は見れないってことだね。あ、そう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 。
かわいそう。やば。面白かった。面白かった。こんにちは。新鮮で柱の女神とか言われてる。柱そう、通路に面した席よ。そう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 。パンダありがとうございます。だから座らない。立ち見か。立ち見か。面白。立ち見、あ、そういうこと？残った席は座りたくないから、立ち見の席に、立ち見に行くんだ、みんな。そう。理解した。面白いね。柱。なんだろう、あと裏話とか、ありきりだったりするの。そんな覚えてないな。なんだろうね。そう、立ち見。ああ、そっか、立ち見の最善の方が見れるもんね。うん。まあ、ずっと立ってるのはさ、結構さ、きついかもしれないけど、見える方がいいっていう人は、そっち行くのか。まゆちゃんをしっかり認識したのは？いつだろう？あれだよね、やっぱ。しっかり認識したのは、壁写撮った時。あ、そうそうそう。に、やっと、ちゃんと話して。ちょっとだけね。そう、ちょっとだけ。で、認識したの。てかさ、壁写撮った日もさ、いきなりマジで、うちらさ、一番早い組だったじゃん。うん、そう。そうだ、いきなり一番早い組だからさ、8時とかに集合してさ、夜の8時ぐらいまでいたよね。そうそうそう、なんか。そう。ずっと待ってた。そう、3グループぐらいあって、ね、うちらが一番最初だったのよ。で、地方の人とか、ね、その日学校ある人が、その、夕方から来るみたいな感じで。そうだよね。だから、うちら一生待ってたよね。一生座ってた。そう。いろんな話してたけど、そんな内容覚えてないし。そう。カビシャは前撮った話してる。前、でも次いつ撮るんだろうね。ねえ、でもバラシになったよね、この。うん。まあ、今月の末に撮るんかなって思ってたけど、撮らなさそうなんだよね。あ、そうそうそう。いつか撮ります、また撮りたい。1年経ったから痩せてるじゃん、絶対に。うん、だからね。てかさ、いきなりさ、生写真の撮影とかしたよね。した。なんかドキュメンタリー、映像倉庫のドキュメンタリーにさ、うん、あるけどさ、急だったからね。そう、ドボンのさ、やつとか、あれ最初に撮ったよね。そう。早く変えたい。あれ変わんないかな。それは？自分のカードでやるのいいんですけど、自分の顔が一生出てくるからさ、あの日の。やだ。痩せましたよって言いたい。あっしゃ、くびれにしようだって。いいかもしれない。絶対やだ。アイコン、ツイッターのアイコンとか、くびれになったらバンされるよ。やばすぎー。2年ぐらい変わんないこともある。やば。絶対やだな。17期は割と髪型自由度高いの。そうなの？でもなんかその今の時代に合わせたのが多分遅れ毛巻いたりとかなんじゃない？ああ、そうだよね。うん。さすがに。なんか今の時代、だって中学生でもさ、めっちゃ髪巻いたりしてるじゃん。うんうん。化粧したり。それがすごいじゃん。あれだよね。なんか髪を自由にするっていうか、その松さんとかが、うん、なんだろう、私たちをより世に知ってもらうために、今の時代に合わせたり、個人個人に合ったシンプルかつ綺麗な髪型を考えてくださってるんですよ。そう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 。そうなんですよ。だからさ、遅れ毛巻くとかもさ、私たちが、うん。決めたわけじゃないからさ。そう。そう、たまに言われるけどさ。そう。遅れ毛巻いてって言われてたから。そう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 。
いや、もう我らが待ってたんだからね。そうだよ。そうだよとか言っちゃって。たまに劇場に見に来てくださるんですけど。ただ、私ポニーテールなのよ、今。そうだね。波動の時入らないの、ポニーテールがね。あの、こうヘルメットに当たっちゃうから。うん。そういう時は、なんか、サイドとか、おろしになるけど、サイドもさ、うん、崩れるから。じゃあ、おろしなのか。だから、おろしなのか、ね。割とおろしの方が、多いかな。そう、ソララのツインも別にソララの石じゃないから。あれ全部。え、そうそうそう。あれはなんか気づいた時にあのもうハーフツインだったのよ、あの。そう。だから別にあの子がハーフツインがいいですって熱望したわけでもないですし。そう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 。だからあのハーフツインが良くて、ハーフツイン熱望したと思ってる方はまあ勘違いしないでほしい。あれは決めてくださった似合う髪型らしいので。ぜひ。勘違いをしないでいただきたいって思ってる。ソララはハーフツインのイメージ。いや確かにね、私もあるよ、ハーフツインのイメージ、ソララに。うん、だってそうでしょ、めっちゃ似合ってんの、うん、すごいのよ。それななんかさ、でも結構さ、うん、私たちも言ってないからさ、うん、知ることもないだろうけど、割と結構知らないで、その、え、そうだよね、なんか。こっちの雰囲気何なのみたいな、そう。言ってる方もいらっしゃるじゃないですか。髪型舐めてんのとか、なんかそんな感じで、あれなの、あれだけどさ、割とうちらさ、すべてにおいても研究生だから大人に言われて動くじゃん。はい、とりあえず従っとこうみたいな感じだから。そう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 、私たちの意思がめちゃくちゃあるっていうわけじゃないし。あ、そうそうそう。こういう感じで発言も割と自由にできて。え、そうなのかな？なんか気づいた時にはそれだったっていう髪型でした、あれは。別に、熱望したわけでもなく。多分その髪の長さ、顔の形、顔の雰囲気とかに合った髪型を、そう、選んでくださったのがそれなので、あ、それ一番可愛いということなので。そう、発言も自由では、自由っていうかなんかあれだよね、だって今の時代さ、うん、そんな言論統制みたいな感じだったら怖くない？怖い、それは怖いね。何も喋れなくなっちゃうよ。独裁？独裁？なんで独裁になるの？見せみん前髪ないのも、でもあれだね、元から前髪なかったよね、あのオーディション受けた時は。うん、なかった。見せみん前髪ないの。ハーフかと思った。ハーフ枠で来たのかと思った。ハーフ枠？やばすぎ。今日でした、私。ありがとうございます。なんか、あ、そう。なんかさ、割と結構聞くよね。16期さんの時めっちゃ厳しかったみたいな。あ、そうそうそう。そう。私も知ってる、なんか切り抜きとか見る感じだと、ガチで厳しかったんだなって。思うけど。別に多分、スタッフさんが変わったわけでもないよね、多分。え、でも変わっ、え、でも変わっ、ってないわけもないだろうけど、全員が変わったわけじゃない。まあ確かに、もう6年以上経ってるもんね。そうそうそう。昔は昔、まあ今の時代にあったのが、この形っていうのなのでは。そう。とさ、今はさ、スマホに振り振りとか来るからさ、そう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 、結局それ見て覚えなきゃいけないよねっていう。そう。立ち位置も、一旦スマホで来て、あ、そうそうそう。印刷してくれるんですけど、メインはスマホだから。そうそうそう。情報がすべて切り抜きで受ける。だって。確かに。そう、バスはさ、うちらが一番後ろに乗るよね。乗るね。でも、たまに先輩方が先に乗ってらっしゃるときは、後ろじゃなくて、あの、一個前乗る。そうそうそう。隣に座らせていただいたりしますけど。
いやー、大変ですね。でもさ、ツイッターとインスタとか TikTok とかが、うん、早いのが、そう、なんか今の時代だなと思って。え、でもさ、あれよね、多分 AKB だけだよね。なんかさ、うん、あ、HKT さんもさ、あ、したね、個人アカウントあるけどさ、ある、うん、あるよね。あるあるある。でも STU さんとかは、ないよね。まだ、あの、その全体、そうそうそう。なんとか、48公式、研究生公式みたいなやつだもんね。そう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 。だから特殊ではありますね。まあ、発信してかないと、多分、今ダメな時代ってことじゃない？そうだよね。でもそうだよね。だって今さ、なんかその SNS がすごくない？そう、あのもう、なんかさ、SNS で拡散されたもん勝ちみたいなとこあるやん。そう。バズったもん勝ちみたいな。なんかマジでさ、テレビ離れ、すごいよね。問題になってるじゃん。だから、なってるね、その歌番組とかさ、うん、に、テレビとかバラエティとかに出たとしても、まずそれを見てくれる人が少ないからさ。そうそうそう。そう。あ、NMB さんも早かったんだ。切り抜かれたもん勝ちだって、切り抜かれたもん勝ち。まあ確か。17期は思いのほか少なかった。確か。そう。会話のレベルが高いって言われてるよ。やったね。え、そんな、そう？やったねってことにしとこう。いや。普通って、まあ確かにこういう会話しかしてないけど。いつもこんなんだよね、でも。いつもこんな、なんか、真面目に語ってるよ。そう。いや。まあでも、意見とか、うん。あるのが恵まれてはいる。本当に。確かにね。ね。確かに。でも、マジで、あと半年で、2000人目標だけど、それ以上いかないと、ダメだなと思ってる。だって2000人だよ?2000 人だよ。一人のツイッターのさ、何分の1よ。そう。で、ねえ。ねえ。だって、イーケンのアカウント5600人とかだよ。そう。え、だよね。え、なんかさ、だから、イーケンのツイッターをフォローしてる人が、まあ、例えば全員フォロー、全員、あ、もう6000人行くじゃん。もう行くとするじゃん。そしたら6000人入るってことじゃん。だってツイッターってさ、だいたい同じアカウントに何個かのアカウントで同じアカウントフォローすることってさ、きっとないじゃん。特に、公式のアカウントとかなら。だからみんな加入してくれたらな、いいんだけどな。いいのにな。でもさ、なんか、イーケの悪いところは、個人的に直したいところは、あの、あれなのよ。企画が間延びしがちなのね。なんかさ、多分、なんか多分企画考えるのってマジで難しいんだけど。本当にむずいと思う。だけど、うちらもめっちゃ企画考えて、なんかその一個の企画に関連するような企画を何個もやらないと、うん、まあ、せめて2個ぐらいしないと、うん、そう、生放送っていうのもあって、あ、そう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 。で、所長も悩んでたの、それ。言ってたよね、なんかどうしようみたいな次。そう。だから、あのさ、え、うん。これ見てる人にお願いなんだけど、うん。あの、イーケンのアカウントに、うん、あ、あの、企画書いてほしくて。え、それな、ちょっと思った、なんか、見たい企画を書いてくれればさ、逆、あの、何、判断材料にもなるしさ。ちょっと枯渇してるんで、企画が。イーケンで見たい企画。そう、なんか、え、勝手に2人で募集する。みんなで作ろう、イーケンみたいな。確かにいいね。いやー。でもなんか私これ自分の個人ショールームで言った時に、うん、正直将棋が多かったんだけど、うん、正直将棋はお金かかりすぎてできますないらしい。なんかそのお金がそんなに予算がかからないものだとまあめちゃくちゃありがたいんですけど、なんか何
例えば大晦日とかこの前やったみたいに特別版とかだったらお金をかけてできるじゃん、多分多少は。そう、あ、そう、生放送なのがね一番の難点なの。これもし編集して出せたらやっぱりそういうさ沈黙とかもカットできるわけじゃん。そうなんだよ。だけど生放送だからうちらのトーク力も上げなきゃいけないっていう難点なの。うちらもね頑張らなきゃいけないけど、でもなんかさ月に1回ぐらいはなんかそのめっちゃロケ行ってとかやりたいけどね。そう、その編集したのも見えれますとかがいいよね。難しいね。難しいところではある。あの空気感も好きっていう人もいるんだ。あ、波動のメンバー同士の対決。おお。うちらの中で波動しに行く？波動ありね。ありじゃない？めっちゃ。それ生放送ならなんか、だって3-3でしょ？で4人余るからさ、間は実況席。ババ抜き野郎だって。あ、ババ抜きとかいいじゃん。やったことなくない？いいね。ない。お菓子食べながらカードゲーム何個もやるとかよくない？あ、あり。カルタとかやりたくない？あ、うん、カルタあり。あの、カルタさ、みんなで作ればいいの。あいうえを。あ、あから50音で、みんなが、うん、だから50音だから、1人5枚、うん、書けばいいのよ。あ、確かに。いいじゃん。いいね。提案してみよう。いいね、あり。リアルカルタ。モノボケ対決とか。ほら、あれよ。いい県のいいとこは、うん。あの、所長がいるから、所長が読んでくれるじゃん。うん、ああ、確かに。だから、うちらでできる対決は。読み役がいなくて、うちらができるのよ。うん、いいじゃん。17期にまつわる内容で、ああ、確かにありだ。ありあり。大変だけど、面白そう。うんうん。楽しみ。アニメイト歩くと、補填に当たる、とか。ほらほら。ありえそうでも、面白い。写真神経衰弱はおもろかった。え、ってかさ、普通にさ、個人的にカルタつながりでさ、百人誌やりたいっていう。うん、え、百人誌はさ、もう覚えたもん勝ちじゃん、あれ。え、そうそうそう、だから。え、だから、アイちゃんとか強そうじゃない？アイちゃんとかさ、そら。百人誌やりたいなと。絶対弱いもん。しかも多分、百人誌なら、刺さりそう。うん、視聴者層に。何、百人誌ハマってたそうなの？見てる人は全員。そう。だそうですよ。どうですか？どうですか？うのもね、うのもいいね、うのも。うのもいいね。え、でもババ抜きしたいな。毎回やって、あの、ちょっとだけやってって、予選。いや、なんかね、カラオケバトルはね、なんか、ダメっぽいよね。サラダのさ、うん、残酷な天使のテーゼもさ、アカペラだったしさ、カラオケやりたいけどね。ありだけど、なんか難しそう。大人の問題。どんな視聴者層やねん。あの、平安時代を生き抜いた人みたいな。平安時代か。プロレス相撲から、激辛対決って書いてある。最弱王決定戦だって。でも最弱王決めたくない？ちょっと確かに、ね、そしたら最弱になったらマイナス1であり。厳しく行こう。ちょっとコッコが心配なのよ、それは。いや、でもさ、そういうのって運じゃん。あの子運持ってるから、まあ、確かにね、運持ってるもんね。めっちゃすごいよ。そのうちわかるけどね、そのうちわかるけど、マジで面白いから。そう、楽しみにしててほしい。今月中にわかるコッコが運を持ってる理由が。うん、もう何週間か後だよね。うん、何週間か後。1週間？2週間？2週間後じゃね？2週間以内。
うん、え、いや、そう。へぇ。言いたいけど。言いません。言いません。面白いので、ぜひ。ネズミは何でも暴れてくれるから大丈夫。うん、そうだね。なんか激辛の食べさせたら、あの、火吹けそうな勢い。あ、じゃあ、ホテが用意する、うん、激辛料理紹介、あ、激辛料理試食会みたいな。やばー。で、辛いの苦手な人たちが集められるっていう。絶対行きたくないやつだ。なんか違う企画でさ、みずみんとかおびき出したくない？確かに。で、行ってみたら、あの、辛いみたいな。うん。あ、じゃあ、あの、スイーツ大試食会みたいな。で、行ってみたら。美味しいもの食べれるよ、みたいな。ホテが。激辛みたいな。激辛料理用意したよ、みたいな。ホテが用意した激辛です、みたいな。やばそうだね。やば。みずみんドッキリ、あ、みずみんにドッキリ仕掛けるのもよくない？うん。落とし穴作ってみたいんだよね。泣くよ、でも。彼女は。確かに、誰ならいいんだろう。え？誰、なんか落とし穴に誰か落としたくない？ちょっと。早く泣く選手権。眉の寝起きドッキリ。やめて。マジでさ、機嫌悪いんだよね、朝。ねえ。エリちゃんとかも機嫌悪そうだな。寝起き。なんで起こすのって言いそうじゃない？確かに。え、誰、誰なの？時間平気なの？ね、言ってあるから大丈夫。あ、そうだ。じゃあ、犯人終わるか。ね、あ、悪い、もう意外と1時間やってんだ。それな、ちょっと話が、うちら、あの、いつもずっと話してるからね。ねえ、どうしよう、今日。どうしようかな。頑張ってくれ。まゆちゃん落としたい。まゆちゃん落としたいな。そららとデート、対決？何それ。そらら喜ばせた方が勝ち対決みたいなデート行って。ああ、もう、いかに燃えさせるかみたいな。面白。面白いじゃないですか。え、ね、17期で逃走中とかやりたいんだけど、多分カメラの台数とか、足りないのよ。放送っていうのを考えたときに、多分ね、厳しい。うん。メンバーがメンバーコーディネート。前やってたね。ゆきちゃん。大喜利は、ダンスをやりたいな、みたいに話してたよね、所長が。また。してた。してたね。してた。リアル鬼ごっこ。嫌だな、子は。予算的に無理って予算の心配されてる。あ、ねえ、なんかさ、んそのモノマネで思い出したんだけどさ、うん、なんか、そう、17期のモノマネみたいなやりたくない？17期のモノマネ。え、私もやる。え、このさ、ゆきとのモノマネ超おもろいんだけど。一緒やってるよね、最近。なんか会うたびにやられるよ、目の前で。3回ぐらい連続でやってくるからね。めっちゃおもろい、あれ。でも途中から、あ、どうぞーって感じだけど。そう、モノマネ。途中からほっといてますよ。先輩のモノマネ。先輩売るなんてちょっと。いやー、モノマネできないですよ。そんなモノマネさ、するほどさ、できるほど特徴を捉えられるほどさ、一緒にいることはないじゃん、めったに。え、そう。私さ、だから乃木坂さんのさ、うちわネタ、のものまねだけどさ、ガチおもろいよね。ああいうのさ、うちわネタすぎるけど面白いよね、絶対。ファンにとってはいいよね。マーヤが、おもろい。まだまだ。いい件に先輩を引っ張り込んだら。植木さんのものまね。無理やん。先輩に質問とか。ああ。
でも先輩多分呼んじゃダメだよね。うん、なんかこの前は本当にたまたまそのあの田口さんがお話し会の会場にいらっしゃってのんちゃんが引き連れてきたけど、そう呼んじゃダメっぽいので。あ、私ね、中西千織さんのハンガーのものまでできんだよね。どうぞ。切り抜かれそうだからやらないけど。インパラ面白い。ハンガーのものまねだって。絶対面白いじゃん。面白すぎる。辛くなった時に見ますよ、私は千織さんの YouTube を。辛くなったっていうか、あの普通に気分が下がった時に見るとあの一生笑ってられる。お話し会の時の人狼あれってさ、もう配信されてる、うん、されてんじゃない。え、めっちゃ楽しかったよね。あ、ゆきたんいなかったんだっけ。私一生参加しなかった。そうだ、なんか3、4分あの日の3、4分の人は参加できなかったんだよね。そうそうそう。でもユキがやりたいって言い出してその後にやったんよ。めっちゃ楽しかった。鳥の一日も面白いやだって、千織さんの。いやー、おもろいな。なんかみずみんが送ってきた。なんだこれ。何？なんか URL。今ライン怖いね。え、送ってきた。何？え、何何ちょっと見てくんね。ちょっと見るよ。え？18期。ああ。今日からなんだ。あ、だって5日からとかじゃなかった審査。明日じゃん。うん。今日っぽいよ。だから今日の設立してみたいな感じなのかな。なるほどね。あ、情報がわかるよみたいな。なるほどね。めっちゃセンスが飛んできた。ありがとうございます。対戦になるんかなって。まあそうよ。もうそこの18期アンパン買ってこいよ。アンパンかい。そこの18期アンパン買ってこいよって言うわ。なんでアンパンや。なんか、年齢高そう。やめ、水島。確かに。やばすぎ。なんか彼女言ってたから。まあでもさ、ショールームするってことはね。うん。画像自作。画像自作なんだね。それな。それな。いいな、いいじゃん、それはそれで。でも私あんこ苦手なんだよね。でも、うん、でもさ、たまにさ TikTok とか見てると流れてこない、うん、なんか18期ゆきえ13歳いるの。え、13歳いるの。かわいい。だって13歳おるよ。かわいい。ホテルか。かわいい、かわいい。いける。13歳。いるの。13歳って、待って。あ、私の妹よりちっちゃい。やば、小学生やん。小。いやいやいや。中1かな。わお。中1か、早生まれの中2ぐらいじゃない？確かに。やばすぎ。え、10歳とかいたらどうしよう、もう。ショールーム審査で13歳ってことは、普通に審査でさ、もっと若い可能性も出てくるわけじゃん。うんうん。やば。え？チータンより若い。え？やばすぎ。わい、今年で30歳。ついに娘でもおかしくない年齢の子が。確かに。確かに。やばすぎ。
多分さ、のんちゃん最年少って感じしないからな。まあそこが、そうなんだよね。なんかさ、そう、あの大人っぽさで最年少なのがギャップでいいんだけど、のんちゃんマジで最年少っぽくない。国交でしょ、最年少っぽいのは。間違いない。本当にそう。小学生かもんとか言ってる。でも小学生か。でもさ、小学生ってさ、多分お仕事できる時間とかがさ、限られるからさ、仕事の幅とかも少ないよね。そうそうそう。8時とかでしょ、確か。うん。大変だな。だってね、小学生だよ。やば。やばすぎる。ランドセル、もしかしたらさ、レッスン場にランドセル背負ってくる可能性もあるってこと？え、怖すぎでしょそれ。もうなんか末恐ろしいわ。なんかなんかね、うん昔はさ小学生多かったけどさ、そう、でもうちらさもう中学生以上だったからさ、うちらが、うん、そうそうそう、なんかその感覚が怖いよね。いや、そうなんだよね。公園お見送りいない場合ある。確かに。やばいね。まあ、先輩方にはいらっしゃいますけど。こちらの代はいないのでね。最年少で中学3年生だったんで。怖え。怖えよ。怖いよー。でもね、なんかめっちゃびっくりしたのが、うん、なんかうちらが小学生の時って、うん、あんまり髪を巻いて学校に行くっていう概念はないじゃん。だけど寝起きで行くみたいなのいいやん。そう、なんか中3の時になんか小学生が学校見学、うんに来た時にめっちゃ 髪巻いて化粧もしてる小学生がいて、今の小学生ってみんなこんな感じなんだって思ってびっくりした。やばいね。え、なんかユキに憧れてる子がいるらしいよ。でもユキさ先輩って感じじゃないよね。うん、なんかさすがに小学生とかの前だったの。ウケんだけどユキ憧れるのはわかる。え、じゃあユキのショールームの真似していい？いいよ。え、じゃあなんかユキに対する質問みたいなの送ってほしい。コメントに。ユキ。ごめん。え、平田ユキ？え、あ、そうだよ。埼玉の小学生はメイクするのか、え、らしいね、なんかね。朝何食べました？朝はスタバとヨーグルトとカヌレ。東京は何かありますか？わかんない。24句って答えたらしいです。ね、寝起き？寝起きじゃないよ。最近六本木、あ、昨日いた、昨日。クオリティ低いって言われてるよ。違う、ユキのショールームマジこんな感じ。なんかさ、たまたま開いたときさ、うん、なんか、ユキちゃん、ユキちゃん面白いみたいな言われてて、うん、ユキちゃん面白い？ありがとう、みたいな。なんかユキってさ、普通にうちらと喋るときもさ、うん、なんか超、うん、気持ちこもってんのそれって感じのさ、喋り方するやつ。まあ、たまにあるね。そういうのは。たまにありますが。そう、しかも、なんか深く拾わないとこ。どういうこと？なんかコメントに対して答えるだけ、みたいな。あー、そうだね。ハイテンションの時あるよ。この前はゾーンを飲んで、ガチでやばかった。決まってた、あれは。あはは、なんか、ゆきの悪い方やばいね。あはははは、みたいな。え、ほんとにそれなんだよね。あはははは、って感じ。え、しかもさ、急に笑い出すよね。なんか、うちらが、
マネージャーさんとか社長とかの話を普通に静かに聞いてるときに、何に面白さを感じたのかわかんないけど、あはははパチパチパチ本当にそれ本当にそうなんよ。なんかマジで笑い方を絵文字じゃなくて文字に起こせるタイプの人間かもしれない。ガチであはははは って感じ。あはははは作ってないのよこれは。え、歌詞だよねこれ。なんか多分初中カメラにさ乗っけてないかもしれないけど多分残ってるんで。え、みんな急に笑い出す。えみたいな。何に笑った今みたいな。それな。え、ガチでバカにしてはないの。あ、綺麗じゃない？あ、いいね。ええやん。あはははは。それちょっと誇張してる風にもあるけど、割とそんな感じ。悪魔の微笑みとか言われてる。彼女結構おかしな人だからさ。そうだよ。なんか癖強い、本当に。森さんの同時配信の時にタワーが飛んでからテンション爆上がりしたの。やば、なんかタワー飛んできたらテンション上がるらしいよ。ゆきちゃん。でもゾーン飲んでた時が一番決まってたな。やばいよね。本当にやばかったあれは。なんか、え？みたいな。なんか急に踊り出すし、変なことしだすし。え、なんかね、ゆき本当にやばくて。やばかった。なんか前座の待合室で、がマジで、なんかこんな、ずっとこんなやつ。これ、ひなさんの前でこんなやつ。え？ひなやさんの前でやってたの？え、そう、ひななさんの前。ひななさんの前でやってたの。やば。で、やば。で、なんか、え、気候やばすぎみたいな言ったら、え、それ、友達にも言われた、気候女って、気候女って言われたって。やばいのよ、あの人。ゆきちゃんだわ、さすが。さすがすぎるな。さすがだな。怖っ。一番タワー投げてるって言われた人がいる。ゆきちゃんに。じゃあ一番テンション上げてるってことじゃないですか。ゆきちゃんの。確かに。え、その時は、キレイトルも持って。決まってる。やば。カフェインがダメなのかな、あの子。飲ませちゃう。でもそういうことじゃない？飲ませない方がいいってことだよね。ねえ、なんか前髪伸びるの早くない？だってさ。あれ、マジで早い。この前だってねえ、短い方がいい。もうちょい。いや、切ってないねんな。まだ切ってないから切りますよ。で、切って。今切んなよ。やだよ。切りません、まだ。そう、昼なのにパジャマなんだよね。まゆちゃんのガチパジャマで話が入ってこないだそうです。これね、友達とお揃いなんだ。5人でお揃い。なに？なんか修学旅行。めっちゃ足あげるよ。修学旅行の時に買った。うん。みんなでお揃い。身長は伸びないんですけどね。すごい。ゆきがかっこすごい。絵文字これ。やばすぎ。すごい。同い年わら。同い年わら。すごい、あれだよ、スタンプだよ。え、どんなみたいな。みたいな顔してる。絶対。やばすぎ。おもろいな。やば。衝撃。一番 DD に厳しいメンバーって誰だろう？ミスミンじゃない？うん。絶対そう。
いや、絶対そうだな。面白い。半還暦はさ、全然じゃない。まだ、まだまだいけるよね。余裕で。還暦？半、半還暦。30ってことじゃん。ああ、そういうこと？急に還暦の話に出して何かと思った。ソララなの？ DD に厳しいの。私全然厳しくないの。私も厳しくないんじゃない？なんか、言うて。おーっとーとは思うけどね。もっと大阪この前までそんなツイートしてなかったぞみたいな人はいるけどね。そう、おっととは思うけど、別になんか別に攻め立てる必要はないんじゃないかなみたいな。エリちゃんもソフトに厳しいんだ。え、でもエリちゃん覚えてるよ。なんかこの前まで私のことなんとかなんとかだったのに、あ、言ってた。気づいたらなんか誰だっけ、のんちゃんかな、のんちゃんのなんか、のんちゃんの、のんちゃん推しになってたみたいな。推しになってんねんみたいな。でもなんか、のんちゃんは逆になんか、この前まで私推しだったのに、えりちゃん推しになってた、みたいな話になって、二人で、じゃあ入れ替えた、みたいな。落ち着いてた、その話で。何してんの？え、お菓子食べに来た。あ、そうそう。こっちかって。ついたん？そうそうそう。面白いね。お菓子食べに来た、チータ。デブになっちゃうよ。違う、ユーアがお腹すいたから取りに来た。ねえ、どうしたの、眉毛。だってさ、ユーア細くしててさ、こんなぐらいになっちゃったの。え、剃ったの？剃ったってこと？こうやってあげた。あ、前髪じゃない。こうやって。あ、そうやってやってもらったのね。びっくりした。それからユアに直してもらう。うん。変だよ。面白い。いいよ、デブになるから。やばすぎ。眉毛なくしちゃったの。ああ。眉毛をなくしてしまった。チータン。昆布でいいよ、太るから。いいね、そうそう。それ落としてなかった。じゃあなんかね、めっちゃ濃くなってんだよ、眉毛が。ちょっと。あ、剃ってはないけど。書いたの？うん。ちょっと待って。あれ。やばすぎ。こらーな、今に怒ってこよ。だよ、もう、あいつ。何個下の子？11っすね。やば。やばすぎる。もういいよ、行きな。うわ、行きな。お菓子選ぶな。うん。はい、今度、まゆちゃんち行く。うん？え、てかさ、時間平気なの？それ2回目。じゃあ、ランキング読みますか。はい。え、なんか、どっか行くのかと思って。じゃあ、せーのでよ。せーの。せーので言っちゃダメでしょ。違くない？あ、そっか。じゃあ、私は、どうぞ。13位、伊賀の藤丸さん。12位、マークさん。11位、タラオボさん。10位、ユーチェルさん。9位、愛知のいちごさん。8位、ヒロッピーさん。7位、オノピーさん。6位、タシさん。5位、ツッくんさん。4位、オヤちゃんさん。3位、クマッチョさん。2位、アオイさん。1位、スイカのダンス。ありがとうございまーす。イェーイ、ふふふふ。いきまーす。13位、福タンさん。12位、コウキさん。11位、トモタンさん。10位、タナさん。9位、タン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 さん。
8位、紳士の羊さん。7位、あ、待って、間違えました、間違えました。待って、またやったかもしれない。ちょっと待って、またやった。やばい。累計読んでた。やばい、なんか違う。なんか、いつも見る人だなと思ってた。間違っちゃった。すいませんね。いきますね。もう一回言え、もう一回言います。いいよ。13位、ヌーマーさん。12位、大好き165センチさん。11位、ケンキザキさん。10位、レイレイちゃん。9位、トシノリさん。8位、アヤカンちゃん。7位、タカリンさん。6位、シゲシゲさん。5位、オちゃんさん。4位、アイチのイチゴさん。3位、トシキさん。2位、トシさん。1位、ヒロキさん。ありがとうございます。おー、でもなんか、割と、DD な人はいないような感じがしたよ。いや、割と、なんかいろんな人の名前書いてあるよ。意外と？まあ、意外と。まあ、いっか。ありがとうございました。平日の昼間から。それな、思った。お昼休憩だね、みんな。あとでも作っとく？ちょっと待って。お、いいんじゃない？オッケー？オッケー？ Yes, oh yes. ああ、面白かった。まだ。じゃあな、みんな。チーズ。ありがとうございました。マック？マック、マックだってこれ。チーズ。あ、やばい、充電がなくて、途切れちゃった。じゃあ、ありがとうございました。じゃあなー。バイバーイ。